はいどうも、 VIP です。やっていきましょう。 VIP です、よろしくお願いします。 VIP です。はい、なんかね、昨日の動画のオープニングの文字がすごい変わってるんじゃないかっていう質問がねすごくあったんですけど、あれはね無課金とメインアカウントのね、あの区別判別という感じでちょっと色変えただけなんで気にしないでくださいね。はい、もしかしたら明日紫になってるかもしれんし、それは僕の気まぐれでやらせてもらいます。はい、じゃあね、本日の動画なんですけど、ちょっとねガチャ動画が続いて申し訳ないですけど、ちょっと使ってみた動画とかねまたやりたいんですけど、とりあえずねちょっとね、こちら来てるんですよ。はい、バリュー、バリュースカウト来てるんで、ちょっとこのバリュースカウトを引いていきます。で、その後に今ドラフトスカウト、ワンチャン山田哲人出たらなと。いや、まあ吉川直樹選手狙う、いやどっちにしようかな、アニバでも出るからな、まあいいや。あ、ほんでね、この前のね山田哲人選手の僕が欲しい理由みたいな感じでコメント欄で後で付け足したんですけど、選球眼が消えてもね選抜でもミート上がるみたいなんで、ちょっとねアニバでもいいかなと思ってます、山田哲人選手は。はい、じゃあねこちら17時、これもカットしていきます、出なかったら。はい、はい、2回目。はい、あー3回目来たよ、3回目来た、3回目満月来ました。あー、ない、ない。はい、4回目。はい、はい、5回目、なさそうやね。はい、はい、ということで単発はなかったということで、こっち5回引いていきます。はい、シリーズ2の S ランクの選手ください、お願いします。さあ、はい、いいですよ、いい出だし、いい出だし、1回目満月はいい出だしよ、お願いします。さあ来い、レインボー、お願い。ちょっとほんまにシリーズ2の山田哲人、うわー来た、よっしゃー、来い、頼む、お願い、ほんまにお願い、2枚引き戦でもいいから。いやー来た、山田哲人選手も浅村選手も欲しいし、吉川尚輝選手も欲しい。まあ、アニバーサリーでね狙っていく選手が変わっていくんで、お願いします。いや、高橋選手、まあ、A ピッチングするけど、いやー、まあ、もう一枚ないかな。シリーズ2なかなかね、あの無課金の方の動画見てくれました、あの S ランク 30% のやつ。うわ、中山筋肉、え、2枚引きしてんけど。はい、うわ、高木選手シリーズ2、え、2枚引きした。あ、そっか、10連目 G チームか。まあ、いっか、巨人で。吉川尚輝選手引いたらいいしな。はい、2回目。2回目がさそうやな。いやー、ちょっと1回目から2枚引きはちょっと予想してなかったっすね。飛ばそう。はい、怖い。怖いから飛ばします。はい。さあ、お願いします。ちょっとリアクションキモかったな。うわーとか言っちゃったね。まあ、いつもリアクションキモいけどね。誰が言うてね。あ、はい、平選手、この前ミキサーにしたばっかり。ちょっと待って、どういうこと、え、ちょっと待って、いや最後まで頑張るよ、じゃあ。しかもシリーズ1やし、え、2回連続2枚引き、これサムネ持っていいっすか、サムネ漏らしてもうていいっすか、これ3回目あるんじゃんこれ。あー、ないか、さすがに。ちょっと鳥羽さんとく、レッツゴー、レッツゴー、お前はレッツゴー、俺もレッツゴー、気にせずレッツゴー、世界はレッツゴー。何言ってんの、飛ばそう飛ばす、飛ばす方がなんかちょっとワクワクしますよね。もしかしたら、ほら、佐藤俊哉選手、もしかしたらがあるからね。まあさすがに3回連続 S ランクはないでしょう。ないな、10回目出てもいいで。はい、よし、ああ、そっちじゃね、 S ランクの吉川出てくれ。はい、じゃあ4回目。いやー、めっちゃ S ランク出るな、やばいな。はい、なんか最近ちょっと演出がね渋いんすよね、コナミ。もっとなんか S ランク出したいよって、こう出ますよっていうぐらいの演出、生きのいい演出してくれてもいいんですけどね。なんかもったいぶって、なんか S ランク最後まで出るか出えへんかわからへんような。で、ここで笑う、飛ばすって、でももう最後飛ばしても見ないか。だけどもしかしたら今までの S ランクも S ランクの演出が出てなくて2枚力してる可能性ありますんでね。まあけど今これ4回で4枚出てますから。はい、サンチェス。はい、じゃあ一応バリューラストですね。はい、お願いします、ラスト。あー、まあラスやから S ランク出してくれてもいいよ。もうこのまま、このままの流れでドラフトスカウト行こう。ドラフトスカウトこの前爆死してるから S ランクの出る確率まだ上がってます。はい、リセットしてないのでお願いします。はい、まあ、いや、分からん、諦めてない、俺は諦めてないよ。はい、はい、あー、ドーバイ選手どうしようかな、集めとこうかな。シリーズ2で能力上がる可能性、いやーけどこのね感じやとね能力上がれないんですよね。査定が結構ね多分前で査定してますんで、これ。はい、菅野選手ナイス。はい、じゃあドラフトスカウト引いていきます。ちょっとヤクルトに変えます。はい、まあ、やっぱりね山田選手が欲しいかな。ちょっと早くリアタイのレギュラーにしたいので、あの即帰はしたいんでね。もう即帰は魂がうずうずして、うずうずしてるんで、嘘でしょこれ。一応66年引いて S ないよ、ドラフトスカウト今のところね。え、またオール B、 そういうことする、また。え、叩いていい、調子くんの、あの今あなたのマスコットあるよここに。
あなたのクッションここにあるけど叩いていいですか。マジ、これもヤクルトで自チームミキサーした方がいいんかなこれって。あ、オール B やこれ。あ、オール B や。あー、ちょっと一回さ、遊びでヤクルトにちょっとかけていい。遊びでちょっとヤクルト、ミキサーにかけていいかな、自チーム。もしかしたら出るかもしれん。これで出んかったらもうちょっともう一回ドラフト行くわ。ちょっとごめんなさいね、異質なガチャ動画になってます。はい。ガチャ動画の間に自チームミキサーを挟むという、ちょっとやんちゃな行為をしてますけども。はい。さあ、お願いします。出っぞ。あー、まあまあ、あまないな。あまない、あまない。もう普通にドラフトスカウトしよう、素直に。はい。じゃあ課金していきます。はい。ということで、ちょっとね、入れてきましたね。はい。じゃあ、追加。何連目か分からん、これ88連目かな。いやー、こんなやつ出んかったっけ、ドラフトスカウトって。ああまあ A が確定した、よかった。さっきオール B やったからね。これ最後ね、ちょっとワンチャンミキサーバー出てきますんで、さっき中山選手出たんで、ヤクルトで一応圧縮をかけれるんですよね。さっきかけてこいよかったな。あ、じゃあ今回石川選手と中川選手で圧縮かけれるのか。中山選手か。え、マジで言うてる。あ、あー、マキャロ選手、いやほんまに出えへんやん。こんな出んかったっけ S ランク。相澤選手めっちゃ出る。フランスは、はい、いやー、ないかー、 S はないかな。はい、ちょっとひどいなドラフトスカウトさんよ、マジで。出そう出そう、うん、出そう、レッツゴー、出そう、これは出そう。さすがに99連で S なしはないよ。はいはい、あれだす、あれだす。はい、もう驚かんよ。はいはいはい、もう驚かん、驚かん、もう分かった。はいはい、あれだす、あれだす。よしよし、山田ですよ、し、絶対出てくる、よし。あー、はい、行きましょう。すいませんね、心の声漏れてました今、すいません。めちゃめちゃ嬉しいですけど、はい、お願いします。さあ、こう、山田テスト引く、ここで、ここで。ヤクルトは引いたけどな。うーん、まあ小川選手シリーズ2に期待ですね。いや、まあそんな能力上がらんかな、査定時期的に。はい、あー、ヤクルト引いたな。自治マーク1枚消費しましたね。はい、じゃ一応ラストかな。はい、じゃあ行きます。いやー、ほんまにちょっと出て、もうまた追加嫌や、ほんまに。よし、 A ラン確定、よしよしよし、いきます、お願いします。来い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 。嘘、もう嘘やで、それはそれは嘘やで、ほんまに。こんな S 出んことないで、バリュースカウトあんな S 出たのに。はい、あー、もうマジか。うわ、どうするこれ、ちょっとマジで。いやー、ちょっとミキサー行く、じゃあ。うん、もう小川選手、あー、ちょっと、あ、持ってこなあかんわ、プレゼントから。さあ、小川選手、石川選手、中山選手、中島選手、平選手。はい、じゃあ行きます。3名圧縮かけてるよ、もうギュッとなってますよ今。圧縮すぎてギュッとなり、え、あー、そこそこ、この S か。圧縮すぎてギュッとなりまくってますからね。行きますよ、行きます。くそ、いや今日投げてんねん。今日投げてるんすよ、スアレス。いや、ちょっとラスト追加しようかな。うん、はい、じゃあ入れてきました。はい、もうね、ちょっとね、全部は使いたくないので、エナジーお願いします。もうこの辺で出てください、お願いします。本当に本当に頼む。いや、もうここオールビーとかやったらほんまにもう鳥肌止まらんねんけど、マジで。はいはい、あざすあざすあざす。はい、いやー、今度今度ですか、ほんまにお願い。はい、そ、あ、あ、ビレラ出すぎ、ほんまに。もうビレラそろそろわきまえてください、もう。僕のガチャで出ることをわきまえて。うわー、めっちゃ A 出るやん。 A 出すぎ、 A 出すぎ。またその A が出る分を S ランクの確率に してくれ。はい、もう何年目か分かりません。いや、もうほんまにもうこれで終わりですからね、動画。あ、レッツゴー、びっくりした、絶好調かと思った。もうこれで終わりですからね、本当に。もう課金しないよこの動画では。いや、もうほんまか、もう飛ばすわ。ごめんごめんね、ごめんね、ちょっと見るの怖いっす、ごめんね、お願い頼む。来い、マックガフ。いや、これもヤクルト枠なんよな多分。いや、これやっぱ巨人で引いとけばよかったわ、ほんま。巨人でめっちゃ出てるんや、 A ランクじゃん。あ、巨人出たわ。はい、じゃあもうほんまにラストです。はい、もうこんなにも簡単に1万円で溶けていくんですね。いや、もう S ランク出ないっていうオチで落とすのはやめて。もうそんなオチ誰も求めてないよ。そんなオチを誰も求めてないけど。字余りレベル185。はあ、いや、まあまあまあ、分からんからね。はい、分からんよ。ほら出てるヤクルトの選手結構出てますよ。
うん、あ、あ、はいはい、銀次、はいはい、あ、出る出る出る、あ、ロペス、はいはい、ラスト、はい、もう二度とドラフトスカウト引かん。